こんにちは、たかしです。今日も元気にいきます。星です。はい、今日の動画は何ですか？ビブラッシュでザ・マインドやってみた。おい、ザ・マインド、はい、ビブラッシュ、マインドスキャン、ビブラッシュでいろんなゲームやってみよう、はい、お試し企画の第2弾でございます。自ら言っていくスタイルだね。前回ブラックジャック、はいはい、おもろかったよね。やってね、めちゃくちゃ面白かったです、ちょっとね、あの細かいルールとかまた改善したい、ね、部分もあるけど、めっちゃ面白かった、面白かったんで、うん、今日はね、ザ・マインドっていうカードゲームをちょっとこれでやってみようかなということなんですが、何知ってます？わからん。本当はこれ、たかしさんの声出ない時に撮ろうと思った企画なんで、ちょっとね、声を使わない企画なんですね。あ、そうなの。静かに。もともとザ・マインドってやつは、おのおのカードがまあ数枚配られますと、うん、でそれが数字が書いてあるやつ、うんうん、で、まあ、1から100枚書いてあるのかな、もともとのは、うん、で少ない数字とかをお互いこの気持ちを読み取って出していくと、何も相談なしに喋らず、そうで、うん、みんなで協力して、うん、全部のカード出し切れたらクリアという企画でございます。あ、なるほど、なるほどね、うん、はいはいはい、っていうのが本当のルール。あー、なるほど。で今日はビブラッシュで、うん、まあこれですね、ルッチさんのカードがあって、はいはい、後ろで年齢があるので、はいはいはい、年齢で一回やってみようかなと。なるほど。まあ、他の数字でもできますけどね。はあ、若い順に相談出して、うん、アイコンタクトだけで出していけるか、うん、ってやつをちょっとやってみたい。でもアイコンタクト本当は身振り手振りもあんまよくないんですけど、さすがに今後むずいと思うんで、はいはいはい、俺とかは一回ありにして、うん、はいはいはい、いや次俺っぽいっていうのは全然ありでいいんじゃないかなと思ってます。はいはいはい、なるほど、はい、じゃあ星さんが静かだから見やすい動画ってことですね。見やすい動画星さんがあんまり騒がないようにはしゃがないで嘘だよ、嘘だよね、もっともっと騒いでほしいですよね。じゃあ撮っていきましょう。それで挙手お願いします。はい、ぜひぜひチャンネル登録お願いしまーす。いろんなね、バレていき客やってます。一緒に楽しんでいきましょう。じゃあ行きましょう。じゃあ普通何枚ずつやるの？5枚ずつとかにしましょう。1回お試しで6とかにしてみましょうかね。じゃあ6してね、はい、順番はこう決まってる。順番じゃない、順番じゃない、好きなんだし。おなんだそのゲームみんなで順番はい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 じゃん。順番は順番、例えば12歳のキャラが最初出ましたと、そしたら次出したいのは13日か13か14とかで、ここ一気に40に上げ、じゃあでも自分の手札には40しかないかもしれないから他に頼ろうってなる。別にいいんだけど誰も行かないってなったら、うわ40行かなきゃみたいな。そうでもワンチャンだから、例えば年齢重なってるキャラもあるから、あ重なってたらありですね。あれだ、そしたらその場だから今行かなきゃ、あ重ねてる、はいじゃってすぐ出して、それも一番いいんだ、それもありです。え早く出しても、だって次行かれちゃったら、そう行かれちゃったらおしまいだから、持ってたら、でも行くなよって言っちゃいけない。だからそこはまあその辺は探り探り、うん、探り探り、うん、やってみよう。なるほど、結構強力だもんね。そう、うん、ではじゃあおのおの伏せてください。おのおの、はい、配っていきます。はい、じゃあそこ佐藤さんがここにね、はい、はい、見ていいんだね。自分のは見ていいんで、はい、高橋さんこれ置いておきます。はい、こんな年齢だったんだ。はい、はい、来ました。ちょっと待って、俺確認したいけど見づれえな、これどうしよう。両手を使いたい。そう、だからあの君たち外向いていいから。え、外向いて。なんでなんで？タケシさんが見たい。俺が今目を開けた瞬間、君たちの目に入っちゃう。そうないの？あ、そう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 。かっこいい。すごいなんか。両翼感ある。あ、タケシさん見てないです。ちょっと見てください。6枚ありますね、ちゃんと6枚あります、2、4、6、はい、で、俺ちょっと順番並び替え、誰から行く？いや、それ喋っちゃうんですよ、僕始めるときは喋っちゃうんですよ。何にもルール理解してないのよ、あの人。え、誰から行けばいいの？だから、少ないなと思う人でまず行くしかない。あ、それもう始まってんの？最初めっちゃむずいっすよ。ちょっと待って待って待って、あ、もう行っていいの？ちょっと待てって待てっつってた。え、もうちょっと待って、喋っていいの？まだダメ。ちょっとダメだって。喋っていいの？まだダメっていうか、ずっとダメだよ。喋っちゃダメなんです、この後。喋っちゃダメな時から言って、スタート言いますよ、高橋さんがもう見終わったから言いますけど。高橋さん、そういうもんね。なるほどね、なるほどね。違う違う、今戦略立てよ、大体こういう順で。あ、そうか、戦略立てた方がいいの。今、おのわの頭の中で、ちょっと立てよ。あ、これは使わなきゃいけないの。頭使うだろ、おもちゃ。もうダメだ、これはもう。もう早くもダメな気がするんだ。では、行きますよ。はい、オッケー。全員で成功しましょう。ザ・マインド、スタート。ワンピース・ザ・マインド。揃ってねえな、ここがもうイエーイの人もいれば、マインドの人もいれば、あの人がこうやってやったからこうやったのにイエーイじゃないよ。はい、じゃあここからもやるね。はい、では、うん、スタート。はい、喋っちゃいけない。喋ったら脱落とかないんで。脱落したらもう出せないんだよ。喋っちゃいけないでしょ、基本ね。
わーとかはまあアイデアけど、うん、リアクションぐらいね。で自分でオーバーしてたらもうあ終わりなんで、うん、あそうだよね。そしたらもう宣言してください。そうだよね。あーそういうことか。もうなかった出せるのは、うん、例えばだから星さん12歳持ってて、うん、星さん出さなくて、うん、高橋さんが18歳のキャラ出して、うん、もうそこ終わりなんで、うん、そしたら終わっちゃいましたって言ってください。えそれやんなきゃいけない。終わっちゃいましたってそういうことか。じゃあ早く始めたいんですけど。早くやろうよ。ずっと衝撃受けてるじゃん。ルールに。じゃあいきます。ザ・マインドスタートです、うん。原始人ってやってんのか。もうダメでしょ。よくない。もうじゃない。原始人だよ、右の人。え？え？おお。サウやもう。んはもう。何かしてってんのよ、どんどん。んじゃないの。サルみたいな人いるんだけど。はい。じゃあ。え？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 じゃあ次自分だと思う人手挙げてください。マジで、ちょっとそんな自信あんだぞ。まあでも、よしもし同じ年だったらあの OK になるのでね。今すぐ言ってもいいよね。いいよ。いや、うん、はい。動物園かさっきから。おお、えっ、あっ、あっ、うん、同じだったんだ。うるせえ、うるせえ、うるせえ。知能レベル高い猿とやってるずっと合ってんのこれ。え、どうやって伝えたい、どうやって伝えたいんだ。喋れる猿や、喋れる猿や。基本的にここはまずジェスチャーなしできますからね。そのキャラジェスチャーっぽいのはなしで。じゃあ引っちゃおう。うん、怖い。うん、え、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 うん、ランダムに配ったで近い年齢が。すごいじゃん。近い方が簡単なんだね、逆に。近いのもそのままいけんだな。ただこの辺からむずいんじゃない。ちょっと気はいいんだよな。いく、うん、俺もうんなんだよ。いや、猿憑依してるじゃん、だって。俺らはまだもうちょっと人間っぽいから一人猿なんだよ。うーんとか言って。行くよ。はい、行きます。
いやでもちょっと自分だと思う人、せーの。あ、でもめっちゃ足だけ喋る、喋れる、喋れる、サルと喋れるやつでやるな。そのくらいに喋る。本来本当になしらしいんですけど。え、本当になしなの？本当になしなの？え、じゃあ何、行くだけ？もう難しい。まあもう行くんじゃん、だから。もう勝手に行っちゃうんだ。行くとかもなし。周りを見ながら。うわー。マジ？それでむずそうだね。それむずいよね。無理だよ。いや、むずいし、多分もう俺らじゃ無理だと思う。おもろいね、でも。でもちょっとそれ近かったのかもね。近かった、近かった。おもろい、おもろい。一回やるか。よかった。もう一回、6で一回もう一回やってみる。じゃあちょっと、もっと静かめでいく？もっと静かにいくの？だいぶ今静かめだよ。いや、この人は何だよ。このくらいがいいよね、もう。このくらいやれた方がおもろいと思う。全くこうだと、動画的に見たのか、何やってんだろうね。まあ今と同じぐらいでいいか。いいんじゃない？むずいよ。6でいいですか？7ぐらいにしてみて。レベルアップ、レベルアップいこう。レベルアップしていこう。はい、じゃあ行きましょう。はい、じゃあ今回ちょっと見せるバージョンやってますか。一応見たくない人は見ないでください。最初ね、ちょっと数秒間先に皆さんにお見せしよう。それもおもろいと思うんで。ではい、じゃあほちさんそっち見て。じゃあ俺次。はい、じゃあ私です。こちらです。OK でーす。はい、じゃあ K さんに。はい、はい、じゃあ並び替えます。はい、どうぞ。では準備してください。はい、はい、こいつらやっぱ気持ちいいんだよな。準備してください。いやこれむずいね。7枚になったんで。うわこれちょっと3枚多くなってますかね、全体。どうクリアするか、ここら辺を。ここなんだ。あいつ一番最初にもらってるの一番強い。では1回目はクリアしました。2回目少し難易度アップしております。はい、スタートです。はい、あ、ほんと。うん、はい。
帽子もなんかオレンジ色だからすごい知能がある知能がある猿うんはいしてもいいかな、ね、だって5歳さん4だよ4歳さんいやそこはいいんだよもう猿いいんだよ忘れてこれはちょっとどうもーもう一生猿あっという間に終わった早かった2戦目早っ1戦目あんのよかったのにねえ何1戦目あんのよかったのにさなんで今この4歳差でうんあれ10歳差のリアクションだったのにいやつだのにちょっとああもう20代いないのって言うと思ったのにそういうことねもう一回やるもう一回やっとくわ惜しかった惜しかったでも OK はい、ちょっとちょっとやべえなちょっとひどかったよな今のはちょっと今のはないよお前だじゃあ誰かさんが顔を上げてじゃあ俺からはい、はい、同じからじゃあ行きますはい僕からなるほどはいさん、はいよし、オッケーはい、はい、アイバンさあ、はい、ちょっとこれ決めよう、うん、もう1回目決まったけどね、2回目ひどかったんで、うん、もう台のせいにすんのやめて、全員でクリアしましょう結局そう、連帯責任だとしたらお前が言うな俺らが言うならなんか自ら言うなはい、イエス、ザ・マインド、スタートえ？あ、マジ？え？え？あ、うん、じゃあ、はい。え？怖い怖い。はい。マジ、最初でドボンあるよ。フェイフェイ。これドボンマジやめてよ。フェイフェイ。うん？お、お、お。おー。おー。あ、オッケー。フェイ。おー。フェイフェイ。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 うん。うん。フェイ。はい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 ちょいフェイちょいフェイえぇ、ー、キュートキュートなおさるさんいやマジかえそんなにいいですかよし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 よろ頼むんおお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 ナイスフェイもう出てる出てるもう一切抑える気がない体中からもういびき渡ってるえはいはいはい
おお、はい、あ、あ、え、あ、え、あ、マジ、え、マジ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 、いいじゃんね、もう喋っとるよ、もうマジいいじゃんね、マジいいじゃんね、え、え、なに、うん、うん、うん、え、え、え、マジ、うん、うん、あ、うん、あ、でも、うん、あ、ナイス、27あんのかと思ったね。そう、はい、え、よく聞いたら喋ってるさ、え、大興奮、猿大興奮。あ、でも、あ、いいの、同じなんじゃない、同じ、同じならすぐ言ってください、何も気にせず。でも同じだよ。あ、でもだからいいのかもしれない。あ、ペイ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 、ナイスナイスペイ。あ、じゃあもしかしたらペイ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 って言ってるサルだ、サルフェイペイ、サルフェイペイ、いくよ、ペイ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 、ナイスペイ。うわぁ、ちょいペイ、鼻息、猿の鼻息。え、うん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 、皆さん何枚ずつ？2枚。俺ね、5。え、めっちゃあるやん。何それ？全然今そんなことあるの？高橋ダッシュあんじゃん、最後。最後ね。え？え？ヘイヘイヘイ、ちょっとさ、ヘイの大きさで1歳差2歳差みたいになるからやめてください。ちょっと今のちょっと今のアウトですよ、ギリアウトですよ。あー、どうしよう。ヘイヘイ、うん、あー、やだ、でもいや、うん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 、あー、でも、うん、ヘイヘイ、やばいな、それ。あー、どうしよう。うん、それを見ると、いや、俺のパターンもあんのかな。ええ、ちょっとわかんない、わかんない。ええ、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 いや、ちょっとわかんねえな、わかんねえな、これ際どい。はい、行きたくなってきた、俺も行きたくなってきた。じゃあ行きたくなってきた。どっち、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 どっ、熱でアピールして、じゃあ自分だっていう。いやいや、そんな自信あるなら言ったほうがいいです。どっちだよ。優柔不断な猿じゃねえか。優柔不断な猿だぞ、ただの。えい、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 うん、いいね、うん、たぶん、はい、うん、お、お、おー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 、おお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 ペイペイペイ、ラッシュ入ってる、俺だけなんかすごい参加がない、ずっと二人でやってて、俺だけ、はい、うん、うん、ペイ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 、うん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 、さあ、ここからむずそう。あー、ちょっと、あと何枚、2、1、あー、これは
ゃいけるよ。これちょっと、いやー、できないんだろうな。はい。ちょっとこれ怖いな。あの仕事をしてる前でもやってもらってんだろうな。どっちかな。あ？フェイフェイ。フェイフェイ。フェイフェイフェイ。フェイフェイフェイ。これ行きたいよ。1、2、1、2、1なんだから。そうよ。いけるよ。フェイ。あ？うん。これ言ってもしょうがないね。もうしょうがないね。いきます。え？ん？おお。え？嘘でしょ？嘘だ。嘘でしょ？マジかよ。マジか。まあでもまあ。うわ、ジョーカーだ。うわ。確かに。計算は58。うわぁ、むずラストむずで、俺も最後ニューゲットした。あ、ラストは余裕だった。70。だからここは確かにまあ悩むよな。うわぁ、ラストむずかった。また星さんだ。いや、さっき攻めないでとか言ったらめちゃめちゃ攻めるやん。はい、面白かったです。めちゃめちゃおもろいわこれ。やりたいね。いいじゃん。はい、という形でございました。ちょっとラストは惜しかったね。ここは惜しかったな、確かに。これはまあ悩むよね。俺もこれ悩んだもん。これ面白かったですか？おもろいわ。ちょっとこれまたやろう。これ身長もっとむずいのかな。そう、むずいと思う。身長もだし、あと懸賞金もあるよ。懸賞金もあるね。何でもできんじゃん。無限にいけますか。これだと3、4回できる。なんならそれ多分2回とかやるから。10本以上の企画確保しました。10本。将来の企画確定。これで10本。ぜひ、面白かったぜって方ね、これでお願いしまーす。あと、星さんサブだったなーって方も、これでお願いしまーす。はい、最後まで見てくれてありがとう。ぜひ、チャンネル登録お願いしまーす。次も見てね、よろしくお願いします。またね。ナイスフェイ！フェイがもう、サルとフェイ。だからお願いします。